離れちゃってるからさ。なんだって、金剛がいるじゃないか。敵？はい。はあ。そういえば、クマ結構強いね。クマ強いですね。何クマ？なんなん巡なん洋だク艦のマ。クマってやつか。頑張った。主砲じゃねえ、対空砲切って。じゃあ、その後ろ。全速前進。チンチン。あれ、海風ファックさんもういないのかな。さすがに2回連続で 挨拶みたいなもんでしょ。お、太郎さん行って、農家さんがあそこか。お金稼ぐために空母だからね。あですは、ね。バイトか。出稼ぎだよね。でか、そうです。出稼ぎに来ました。撃ってる撃ってる、もうすでに威嚇された、威嚇された、威嚇された。ペンギンウィナーみたいな名前のやつに、なんか威嚇してるよ。ほら、何してんのあれ。海風ファックなんじゃないの？ ほらほら、いきなりぶっ走るよ。当たらね、当たらないでしょ。いやー、もうほら、ゲームだからさ、そういうの考えてないんだよ、みんな。なるほど。まあアホの子ってこって。ソラさんだったら超怒っちゃうね。考えろよって。あ、来た。火器管制しっかりしろって言って。敵の雷撃来た。魚雷はロマンだ。対空砲の射程ってどんぐらいなんだろね。うーん、長いやつで5キロですけど、最初初期だったら2キロぐらいですね。あ、そうなんだ。2キロじゃな。今後発見。お、11キロ。開幕ぶっ走やるか、俺が。今後発見。今後の方行くか。そしたら。頼むぞ。天竜。待つか。おお、やってるやってる。しまった。お、ごめん、バイバイ。嘘。なるほど、止まってるとこういうことがあるのか。雷撃に狙われた。そう、待ち伏せ大失敗。あ、座礁した？いや、座礁はしてない。座礁はしてないよ。得意技かなと。それワは。イオミングだいぶ削りましたよ、自分。すげえ。3.3キロ射程に入ってる。2隻来やった。戦艦2隻か。いや、そんな距離来ないだろう。じゃあ一発流しで撃っとくか。俺、今後ワイオミングか。本当に？いや、でも意外と油断して全速前進してるかもしれないから、時間もあるし撃っとこう。何あれ、セントルイスか。ああ、セントルイスがいいです。うわ、一発でフォトモト書いて、なんだよそれ。フライ装填用意、撃て！主砲撃たれた。かし。あ、味方、味方、気をつけて。フライ？いやー、敵の雷撃、ほんと怖いわ。待ち伏せできないわ。一発当たったんです一か？発もらった。半分減ったよ。
よし、そのまま走り続けろ。あ、真ん中からなんか入ってきそうだね、駆逐が。地獄の雷撃戦。あ、でももう駆逐見えんのか。いないです。ラッキーラッキー。狙い撃ちにしてやるぞ。うわ、いや、8キロいいね、射程。ああ、全然戦えるっしょ、そっち。アウトボックスできるよ、ギリギリ。あ、ギリギリ届かねえんだね、やっぱり。手法もね、お、俺についてる砲もね、8キロくらいなんだよ。お、落ちたんじゃない？あ、撃沈した、やった。終わったじゃん。おお。ラッキー。適当な戦いで夢中だったみたいな。おい、来い来い来い。あの地点、未来予測地で8キロ割ってるはず。よし、あいつボコボコにして。セット完了。よーし、いやー、レンジが増えた、増えるってのはいいな、これやりようがいくらでもあるわ。射程が命だからね。射程命。よーし、仕事解く。撃てー、いや、あらだもん、やったー。死んだ、死んだ、死んだ。おお、あー、そっか、無理だな。誰？クマ、あれ戦わない方がいいかい？クマはちょっと、で、アマさんだけマップ上で一人だけ突出しちゃってるから、うん、少し、うん、下がるわ。あ、魚雷が。オッケーオッケー。クマが、え？あ、オッケーオッケー。なんか別のターゲットいいのいないかな。お、また雷撃機か。頑張るな。戦闘に参加したいんだけど。どっちも射程外なんだよ、ね、ん？あいつ随分隙があるな。撃っちゃえ。絶対未来予測値でこれ8キロ切るだろう。いや、反転する可能性があるから、こっちの前に行こう。うわー、頑張って、うちの。さねえぞ。入った、射程に入った。死ね、クマさん。クマさん死ね。味方のところにグラッチャー。お、雷撃来た、頼もしい。落ちた。え、一石やった、ナイス。未来予測値がやべ。よし、クマさん落ちた。三隻来た。やべやべ。一隻は魚雷持ちの巡洋だから気をつけた方がいいね。あら、よけた、危ねえ。本当にここか。なんだこの過去予測値は、ふざけんな。ここだろ。レンジに入ったな。撃ち合ってやる、撃ち合って逃げてやる。おりゃ、やべ、火事持ってかれた。おりゃ、おりゃ、浅いか。踏んだり蹴ったり。裏行くだろ、無理や。機
械による予測値と手動で修正車した方がいいな。もう一個はもちろんもちろん全然 あとは1回打って、当てた当てたぞギャラ潰した。1回打って先輩、今なら先輩の話素直に聞ける。今度でいい。もう今度でいい。もう今話しない。なんでなんで。いや1回打って5秒ぐらい、数秒置いてからもう一回角度変えて打つと、あのクロスヘアって、なんだろう、交差する感じで打てるから、なるほど、当たりやすかったりというか、可能性が。やってみるよ。未来予測値を考えるんだ。あいつは 9.7、レンジはクマ。またクマ、またクマ、またクマ、またクマ。まあ、やりに行くか。あ、クボ見えた。あ、宝章来た。突っ込んできやがった。クボ行くか。クボは無力ですよ、ほんと。近づ、あれ、相手が来撃しない限り。なるほど。あれ、ボーナスタイムだよ、アマちゃん。突撃した方がいいよ。お、オッケーオッケーオッケー。いいこと聞いた。チンチン。お、なくなった、あれが。あれ、クマさんが落とした。ナイス。じゃあ、チンチン、行くぞ。ね、もうバレちゃうから、あのあれ対空砲準備しちゃった方がいいよ。そう、あ、なるほど、うん、空母とあと何がいんの。なんか2隻いない。戦艦、戦艦巡洋だね。空母ただ巡洋は、あ、戦艦はもっと離れたところにいるはずだから。あ、でもあと巡洋もここら辺いますね。戦艦落ちる。了解了解。じゃあ空母だけ狙えるぞ。ラングレー、いやでも12キロ同じじゃね、違う、いや一緒の場所にいる。来た。え、だから 2隻いるじゃん、空母が。あ、ほんとだ、2隻もいる空母。行こうぜ。ダッシュだ、ブーストだ。こういう時にブースト使わなくてどうする。あ、そう、いざっていう時だな。ゴーゴーゴー。射程に入るぞ。ガンガン撃ったれ。あ、雷撃機なんぼのもんじゃい。パーティー。あいつ諦めやがった。ええ、ラングに動くのやめた。諦めた、あいつ取られる。もう一隻いるから。俺の出すぞ。あ、ごめん、取っちゃった。いた、ありがとう。 Our victory is in sight. あ、もう一隻はあれだな、逃げる気満々だけど雷撃が来てんな。大丈夫、反対から回り込んでやる。頭取ってやる。俺の出番だ。足が速い。他に回り込みいないな。 OK。 頭押さえるぞ。後方からのブッパよろしく。いないな。戦艦がだいぶ遠くにいるけど。たけしや。どうしよう、細く撃つのか。いや、広くだろう。あ、落ちねえな。戦艦が13キロ先にいるな。やってみよう。あ、攻撃的になってみよう。あ、戦艦がカバーに入ってきた。狙われてる。あ、これね、これ座礁してるから狙えるぞ、これ。ワンチャン当たるな。止まってんじゃん、この空母。撃ったれ、撃ったれ。しまった。ぐらい食らった。すげえとこに雷撃しちゃった。島かけだったのに。沈んだ。頑張ったな。でもわ、とは誰だ。あ、タルさんがいる。ボロボロじゃん。新しいの買った方がいいよってこれ言われるくらいのボロボロさだよ。もう死にそう。なんか重油まみれになってるよ。あ、すごいすごい、重油まみれ。これ何、タロさん、これ何、これ
これアメリカのフェニックスってやつですね。順よ。あ、順よ。なるほど、雷撃機は怖いな。あ、いけない、島か。島民の気持ちを考えろ。爆発したの目の前で。あいつ一隻だけ残り。に戦艦と空母。ライブ削った。あと873。あ、落ちたな、これ。終わった。回復してんのか。あ、戦艦は回復できんのか。そうなんですよ。まああと4分だから大丈夫かな。時間。終わった終わった。あったね。やった。やった。いくらもらえるんだ。経験値。いくらもらえるんだ。4000。お。1000円だ。え、いや、いいじゃん、3500。経験値か、1000円だ。やった。2隻沈めてやったぞ。ざまみ。1000じゃ、あれか、次の船に行けないか。2200だね、次は。ティア3は。若竹？若竹。このまま巡洋を進めていく感じじゃなくて、駆逐ですか？進めていくの。わかんない、でも駆逐になっちゃった。駆逐になっちゃった。戦艦もやってみたいけど、ちょっと太郎さんが浮気してみなよって言うから。ああ、まあでもそうすると、今なんだっけ、巡洋、チクマを少し開発しなきゃいけないから。そう、駆逐艦面白いね。そうだね。なんかいっぱいボタンあって面白いわ、ブーストとか煙幕とか。忍者だから、忍者だから。こいつは何者なの。へえ。この野郎一旦ラスゲに。まだ3倍キャンペーンなんですか。月曜日までです。の月曜日の2時までですね。へえ。あと1回できる。商品も3倍なの。え、うん、なんかソラさんが悲鳴上げてたじゃないですか、消費も3倍だって。違う違う、消費は3倍じゃないです。あのあれ、あのコープ行っても3倍のやつが消費されちゃうんから、なんだよっつって怒ってて。なるほど、練習できねえじゃないかと。うん、あ、ロックあんじゃん。 X プラス左コントロールって書いてあったぞ今下に、チップスで。 X プラス左コントロールで砲塔固定です、同じ向きに。ただ戦艦しか使わないですよ、それ。なるほど。ああ、それ一つの目標に対してずっと固定するってことなのか。いや、一つの目標じゃなくて、ある方向に砲塔を。あ、角度でロックなんですか。はい。押してみたら分かりますよ。コントロール X で。方位にロックって出てくるんで。あ、本当だ。同じ方向向いてるわけではないのか。その、北だったらずっと北向いてるとかではないのか。オッケー、俺の船早い。ドリフトだ。コントロール X。 あ、本当だ、動かねえ。へえ。30ノット出るぞ。自分35ノット出ます。何乗ってんの。夕張です。わあ、メロンみたいな名前しやがって。はやる気あんのか。よし、左側に向けとこう。じゃあ使ってみよう。俺どこへ進んでんだ。危ねえ。3隻でコンボイ組むか。コンボイ組む。俺超遅いけどごめんね。戦艦サウスカロライナか。そうかそうか、戦艦やん。17ノットぐらいしか出なかった。確かに。そうだね。キロになっただけで楽しいぞ。さあ、本当にパッケージ版出ないのが悔やまれる。クマですか。またクマなのあれ。あ、クマさんだ。どうする？やるしかないよ。困ったね。困ったよ。うるせえバカしね。うわあ、もう一隻来た。わあ、夕張もいるじゃん。どっちに絞ります？夕張に向かって発射して。
じゃあ夕張ね。夕張の方が近いか。あ、そうだ。しはやーい。あ、逃げた。くっそ。待て。あいつの回答能力なかなかなもんだ。アマさんあれだな、熊じゃねえや、熊はあの島の裏側をになるようにうまく使って。撃てって。戦った方がいい。いやいや、あの一対一になるように撃たせないようにした方がいいんじゃない。もう一隻見えた。セントルイスいるね。四隻いる、四隻こっち。本当四隻いる。引きながらの方が引いた方がいいんじゃないのこれ。いたうん。そうだな。逃げながら戦った方がいいんじゃね。うん。他のやつらどっか違うとこ行っちゃったもん。あれ。魚雷ハラスメントしながら行くわ。ファイヤー。おお一発当たんじゃないのあれ。お、俺の未来予測違う。当たれ。ケツに当たれ。当たった。2発当たった。あ、オッケー。当たった。じゃあ、見ろ。あ、妙義も来てんな。うわ、ノエさんが狙われとる。やばいんですよ。火事が止まってるんですよ、今。やばい。守りたい、この命。え？オッケー。援護魚雷だ。援護魚雷。本当だ、動いてない。ノイヤさん止まっちゃったよ。あー、ダメだ、死ぬ。やばい。あ、終わったかも。あ、終わったわ。クソ、3倍なんだよ。うわ弱いんだよな、なんか。あ、ハマれば強いけど。追っかけてきてる。いつものタロさん状態だ、これ。逃げながら戦おう。うん、撃ってきたら煙と。サウスカロライナって戦隊超短いですね。そうだね。まだ煙出さないでね。オッケー。あ、見えなくなっちゃうんだ。そう。かっこいい魚雷。あー、着弾点が。逃げろー。逃げない。右側に砲塔変えるか。あれだね、A の方に向かって逃げてきますか。そうだね。戦いやすいね。うめ。言ったら手法ぶっ壊すか。いい角度なんだ。当たれ、この角度。よし。勝ち切れた。すごいんだろ。早く砲塔が向き。おらおら。頑張れ。よし、変装分かったぞ。よし。1番、2番がそろそろ出る。クマ当たれば一発ですね。ワンパンいけそう。おら、切り返すだろ。おお、落とした。ナイス。ただ火事が。オッケー。あ、見事。なんとか雷撃来てるけど、まあ怖くはないな。あれ、あの妙義落ちそうじゃん。あの妙義落ちそう。なんか画面端に一人いるぞ。南側に。なんか戦艦来てるね。戦艦来てる。前南。一隻落としたからあと三隻はいるのか。二隻見えないね。見えない。妙義届かないですか。あともうちょい、これは。妙義が射程14キロなんで、向こうからやられますよ。うわぁ、怖い。射程入った。あ、撃たれたな、俺。撃ってる。撃ってるけど、援護に行くよ。おぉ、やっとる。わ、見た。目視。当たれ。一発しか当たらんだと。なんか遠くの方から鉱石が。アマちゃん、あの戦艦多分俺しか見てないから、うまいこと近づければ、うん、あ、射程外に出ちゃう。ブーストするわ。うん、エンジンブーストアクティベート。めっちゃ逃げしてくる。ブーストで何の音でぐらい出ます。いくよー。ブー、今33だな。煙がブオー出てる。あ、止まってる。
ってことは島数とかやばいんじゃないかな。40ノット出るから元で、素で40出るから。なるほど、40、43ぐらい出てきた。もう一席出てきたね、2席スポット。夕張か、ダメだ。また夕張2席いんの。いや、1席です。さっき落としたのなんだっけ。クマです。クマか。うわ、浅いが。手法範囲だろあれ。カジ切れよ。撃っとくか。一発目撃って修正車。よし、当たんないよね。撃ってきた。危ねえ。逃げろ逃げろ。そんな変速射撃じゃ当たらないクマ。当たった、火災だ。ジンジンジン。うわ、危ない危ない。右に切れ右に切れ。ターゲットついた。離れるか。あれ、妙義がどこ行ったかな。あ、いるか。火災かよ。エンジンブーストディアクティブ。オッケーオッケー、終わった。33くらいだったな。あ、惜しい。雷撃当たらなかった。発想は悪くない。あの岩陰に行くはずだ。当たれ。当たんない。嫌になっちゃうわ。オッケー。な、鉱石が近くにあるんだ。大丈夫かあれ。なんか芋引いてんな、あそこにいる夕張。なんか、あ、誰だ、大丈夫だ。天竜さんが視界に入っちゃう。俺、危ない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 。どくよどくよ。あ、スポット消えた。一騎打ちになったらまずいな。でもこれ射程8キロじゃないですか、うん、ここから撃っても当たらないんじゃないか。消える。そうそう、あいつちょっと出てこないかなと思って。夕張か。喧嘩にならないでしょ、殴り合いになったら。喧嘩にならないですね、一方的に。ないね、あいつどうかじけるかな。俺孤立してるからタゲするだろ。いや、他のに夢中だな。この旋回遅い。海風こんな遅いんだ。へえ。切ってくれ。よーし、射程に入るぞ、そろそろ。分からず。それ戦艦狙いに行ったらどうですか。奥の方にいるんで。奥の方。はい。そうですね。さらにいるわ。そうか、落ちたらね、あれなのか、マップクリックしてもダメなのか。そんなことできるんだ。さらにいた。妙義がいる。あー、引いたか。ただ妙義がこっち来てるんで。来てるな。喧嘩になるかな。うまく避けていけば。あ、落ちた。うそ、あぎり落ちなかった。落ちた。うわ
南からも来てる。しょうがねえな、今勝負しなくてどうするんだよ。いやでももう島陰にいるな向こう。どうしよう。島陰うまく使って特攻。特攻あれですよ、近づかないと当たんないですよ。ちなみに駆逐って あの、うん、あっち気づいてなかったですよかね、この距離だと。あ、そうなんだ。そうだよ、発見されづらいから近づくまで撃たなきゃバレないってことか。バレない。辛いこと。これは非発見距離いくらだっけな。何キロ。7キロぐらいまで全然見つかんない。お、気づいてないんじゃないの。そう、多分気づいてない。インジゲーター干潮スキルでつけたらどうですか。干潮スキル、あ、それ後で話する。はい。あ、これ魚雷の、これ確実に入るわ。いける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 。そのまま島からって顔出したとこ撃ってやれ。早く、何やってんだ。向けよ。修正した、おかしいな。あ、オッケーオッケー。もっと近づけるぞ。逃げれんねえだろ、やべえ。反転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 。あ、俺に気づいてない。あ、雷石にも気づいてない。そう、気づいてない。だからあいつもうちょっと近づいても大丈夫だと思う。もうちょっと近づいても大丈夫。怖い怖い。魚雷のダメっていくらぐらいなの。6000ぐらい。当たりどころにもよりますね。よし、カジ切れカジ切れ。反転反転しろ。当たる。弾ごめん乗せ。当たるか。当たった。一発当たった。二発。硬い。ただ見つかっても駆逐狙いづらいから狙わないっていうこともありますよ。戦艦。あ、アマさん右側の巡洋落とせる。右側の巡洋どこだ。夕張です。あ、隣か。オッケーオッケーオッケー。うん、手法で落とせると思う。さて外。まあ、もうちょっと頑張れ、近づけ。突撃していけると思う。雷撃余裕だぜ。バイバイ。射程。お、歯磨きが落ちた。湯張りか。やばい、戦艦も狙ってくんじゃないの。どうしようね。あんまり横向けてると多分、でもこの距離だったら見つかってないんじゃないかな。8キロ。夕張落とすぞ。うん、夕張の方が先に落とせるはず。手法でいいの？魚雷？魚雷も念のため撃っちゃった方がいいと思うけど、基本手法で落とした方がいいと思う。オッケーオッケー。まずじゃあ先に頭を押さえて、おりゃ反転した。いいぞ。うわ、俺の攻撃で反転したわけじゃなかったのか。撃ってきたね。アップしろアップしろ。くっ、しまった。手法使っちゃってください。手法。うりゃー、当たれ、当たった。あー、落ちた。まだか。手法。当たった当たった。当たった。勝てーよ。雷撃雷撃雷撃。いや、手法手法手法。あー、相手も雷撃使ってきてる。左に火事。あ、右でもいいか。うーらー、 やばいぞこれ。火事それ火事それ。エンジンが。手法撃て手法。あ、落ち落ちね。当たれ当たれ。当たんない。このやだ。殴り合った。お、36耐えた。なんちゅうこっちゃ。お、落とせ落とせ。ないの。おら、直接直接じゃん。ダメだ、当たんない。相手もそろそろ撃ってきますよ。魚雷やばいっす。早く撃たないと。下を撃って落とさないと。相手も魚雷撃ってきますよ。あった、落とせないっす。左手に戦艦、左手に戦艦。うわぁ、忙しすぎる。魚雷発射準備は。魚雷やばい。ブーストだ。魚雷うらぁ。
ブースタップ、ブースタップ。手法手法。すごい煙出るな。手法手法。ガガミ。55。終わった。終わった。円幕だ。よかった。よかった、下手くそで。円幕だ円幕。あた頭取っとけ。頭取っとけ。頭取っとけ。横っ腹に顔出さないように相手の。ああ避けた。あーやばい。そのまま左に回答して後ろにつけるようにして、で四方も打って四方も。やばい。うわあ。忙しい。頑張った。頑張った。頑張った。俺最後？最後じゃないか。逃げたわ。あれ俺勝ったね。仕事した。勝ちましたね。だいぶ働いた俺。夕張勝てないかと思った。最後なんか忙しいね。雨鉄砲パンパチンって出たらボーンとかって嘘だろ。すごいなぶり合いですね。嘘だろって思って。す豆がお誰だ頑張ってんの。おおまあー座礁した圧倒的座礁ブーム。空母しかも空母まで寄ってきてるし。あ空母も座礁してる。座礁してるでしょこれ。違うの？この磯風、磯風頑張れよ。空母。あ、今走り回ってんのは。あ落ちた。空母落ちた。え、お。お、勝ったな。勝ったな。あと妙義をやるだけ。敵の魚雷が敵に向かって。頑張ってしまえ。あと1分だ。どういう戦いになるんだ。あーひどいな。雷撃も来てるしかわいそうに。数の暴力を見せてやれ。敵のカメラになれんの。なれないっす。なれないのか。あ落ちた。当たった。落ちた。オッケー。分かった分かってて。勝ったぞ。戦か800だ。あでもやっぱテイティア稼げるな。へえ。あそこまで頑張ってもおなんだフリー EXP なんだこりゃ。やっぱフリー X。なんかもらったボーナス3000。あレベル上がったからじゃないか。ああ。あれか任務記録の多分あれか4になったのか経験値に変換ってあるぞ。え3000ももらえた。えってことはあれいけるじゃないですか。いけるかも。あ次の若竹いけますね。いけるぞこれ。行った方がいい。これうーん駆逐進めたいですか。面白い駆逐なんかね不安が残るんだよあのね駆逐艦難しいよってなって戦艦も難しいよってなってどっちの方向に歩んでいけばいいかあいやあの自分に合うか合わないかが結構。なるほど楽しいけど駆逐戦艦は戦艦でなんかあの手法を打って相手のそのなんだろうクリティカルヒットで一気に倒すみたいなのが楽しかったりするんで。要するにクリティカルヒットの時右手が上がりますよ、うんグッてグッてなる、はい、うん相手の HP 半分ぐらい一気に削ったりするからすごいな。どうしようこのまま行きたい気もするけど浮気するとあと前に出るのが苦手な人は戦艦の方がいいと思う。あーロングレンジ、うん、戦艦積極的に前に出るよりも後ろからロングレンジで撃つ感じだから。そうですね撃って前線を上げるって役割ですかね。そう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 。面白そうだな、それもそれで。だから太郎さんはあの駆逐で今挫折してるんですっけ。挫折してる。え嘘あんなに調子よかったのに。いやあのてかティアが上がってくると難しいっすやっぱ。敵の射程も長くなるし。じゃあ太郎さんがそっち行ってんだったら俺は戦艦に行くか。
いや、俺はだ、でも駆逐と、あれを、駆逐はやり続けるよ。だから、戦艦に行くか、俺は、じゃあ。うん。じゃあ戻って、開発を。天竜ですかね、次。どこに行くの？ちくまを、ちくまを開発してきゃいい。ちくまを天竜にすんの？天竜買えるよ。買っちゃうよ。いいよ。買っちゃったよ。ちなみに、日本の巡洋艦、天竜とかは、うん、あの魚雷積んでるんで。やった。短いけど。短いけど。やった、迎撃用魚雷だ。そうそうそう、結構そういう。研究して研究したら天竜買うと。買った。たっか。天竜パイセンでしょ。次、あ。次があれか。ワカチ。カワチ。カワチ。ワカチって。ワカチ。ワカチ。ただカワチは辛いです。そうなの？うん。射程短い、遅い、鈍速で、対空低いで、3秒揃ってますね。豚やないですか。それを超えないと、ちょっと、超えるとやっとまともになってくるんですね。なるほど。TIA とか地獄と、うん、怖い。あ、そう、あとなんだっけ、レベルは船長、船長じゃない、艦長のレベル上げればいいんでしたっけ。何それ。あ、でもあのなんだっけ、買ったばっかりだから、天竜買ったばっかりだからついてないと思いますよ。あ、艦長スキル売っちゃうよ。いや、売っちゃダメですよ。え、あ、ちょちょちょ、天竜は、え、どれ売るんだ。天竜買ったんだ俺。俺ちくま売っちゃってもいいんじゃないかな、もう駆逐も進んでるし。ちくま売っちゃうよ。うん、天竜使うんだったらちくまいらない。橋立ても売っちゃうよ。橋立てもいらない、全然。うん、さよなら。おいくら万円なの。うわあ、買い取りがやばいな。買いたときだこれ。中古は安いからね。海軍さんもっと高く買ってよ。動くよ。へえ。このアメリカ艦は？アメリカ取ってた方がいいっすよ。取っといたら未来がなくなっちゃう。未来がなくなっちゃう。このさ、ソビエト艦ってこれどうやって？課金です。課金なんだ。マジは。6000円ぐらいするやつでしょ？そうです、6000円ぐらいしますね。ソビエトの船って全然。あ、ソ連はムルマンスクが3000円だから。3000円ぐらい。全然リアルマネーで3000円ぐらい。うん、強くないよ、ブルマンス。3000じゃないな、2000円ぐらいか。2000円か1500円ぐらいだと思いますよ、ブルマンスク。ロシアって海のイメージ全くないんだけど。ビスマルクは3000ドルなんていくらだっけ。あの頃はね、あの頃はね、ソ連時代になって、海鮮なんてあったの。あ、1556円です。へぇ、あ、そうなんだ。アタゴ強気すぎだろ。いや、でもアタゴ昨日バイタル抜いて2つも抜いて2万6000とかいったから、あんま乗らない方がいいですよ、アタゴは。アタゴ強気すぎだろ。アタゴ9000円だぞ。あ、違う違う、アトランタがびっくりした。あ、アタゴ6000円です、リアルマネーで。アタゴはほらかっこいいもんな。アトランタ9000円だった。納得の格好さだ。え、リアルマネーで、ああ、なるほど、1万円これは1万円。あ、マジかよ、すごいな。このオーロラってやつは強いの？オーロラ、これはいらないんじゃないかな。これあれでしょ、あのティア3だから、あのセントルイスっぽい使い方になるんじゃないかな。セントルイスいいじゃんみたいな。形かっこいいな。でもなるほど、テーティアのやつが現れるのはフレンドに追従してるからそうなるのか。マッチングがおかしくなってんのか。まあでもアマちゃんももうね、3とかのやつ持ってるから大丈夫ですよ。全然。あ、マジでブイブイ言わすわ俺。ブイブイ言わして。うん、楽しく。新人も来てることだし。どうします、もうやります、もう一回ぐらいやります、新しい船でも。じゃあ最後にやっとくか。使っちゃったしよ、3倍だしよ今。グライダー
俺駆逐で行こう。チンチン天竜天山天山じゃないか、もういいよあいつなんか色なんか 足ついたっていうか、なんかもう手垢ついてるから、あいつ今危ないんだよ。危ない要素も含んできちゃったから、あいつ大変だったよ。二軍は大変だった。うん、チームメンバー、あ、俺と同じさんがいる。なんで金剛がいるんかいな。二席も高いな。やっぱ戦艦できたからかな、自分が。金剛。あー、戦艦できちゃうとやっぱり高いですね、若干、うん、ただマヨミンが絶対殺すマンだから頑張ってもらおうかな。この船の力を見せてもらおうか。あっち駆逐多くね。急がせな。チンチンチン、おっさーい。いや、それはまあ駆逐に比べれば、え、でも巡洋にしてはそんなに遅くないと思ったの、そうですね、35ぐらい出ますよ、天竜。32だっけな。加速感がない、トルクがない、トルクが軽いからっしょ。どこ行く？ブラボ行く？アマちゃんはチャーリー行った方がいいんじゃないの。チャーリー、わかった。うん、ブラボはそこはホットスポット、あの、駆逐のホットスポットだから。チンチン、どれ魚雷の調子を見てやろう。誰か魚雷6キロくらいですよ、確か。それなるほど、大丈夫。海風の初期装備を思えば砲が4門ついてんのか、真横に一斉できんのか。やった、ドライもあるし最高だろ。うん、どっちつかずの中途半端なんで。わがままで、うせえあ、え、なんでフソがいんの。あ、そうか、いるんか。C やばいですね、ホットスポットですね、 C もね、やばいね。戦艦2隻に従順1、何やってんだよ。こうなってくると B が駆逐か。待って、こいつの射程どのくらいだ。まだか。あー、駆逐が来てる、急がせか。え、なんだし、見えんのか、あそこに。あ、駆逐がいいのか。こういうことか、忍者。これ忍者スナイパーか。みんな見えないで、当てかんで撃ってんのか。まあ来るだろうって決め打ちだよね。ですね。本当だ、決め打ちしてる。うん、これは駆逐がボコボコで入ってやった。魚雷までたかってるぞ。沈んだ。落ちた。あれはね、ぶつかるぶつかるぶつかる。こっちもすごい数だな。向こうはしまった、戦艦の勝だ。ピアでは勝ってるけど、あれだ、あの数では負けてるからな、向こう。拠点が取れてないんだよね。うわー、これ回答能力がやべえな。あー、アルファがやばいな。バンを塞ぐ形で陣取りやがった。
従順の戦い方はもう戦い方でまた難しいな。それ軽順ですよ。軽順か。はい。軽順の戦い方は戦い方で難しいな。どうすりゃいいんだ。トピードスターボード。射程が。バーカがこいつ座礁しよった。座礁か。圧倒的分。この場に隠れる。数で落ち着かない。それだ。何やっとるんだこの駆逐は。ギラ来てる、ギラ来てる、ギラ来てる。危ない、よけた。間に合うか、間に合うか。よけた。よし、落とした。よし、虎の穴に入ることに成功。うわ、弾速やっぱこれ遅いっすか。うん、いや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 、当たったのか。駆逐から変えるとちょっと少し違うから最初戸惑うと思うけど、ブラボー取った。おっさいこの戦艦。反転反転反転。超ノロマじゃねえか。魚雷撃ってやる。あ、頭押さえた。で、多分アルファ方向からみんな攻めてきてると思うから早めに決着つけないと。攻め上がってきてんのか。うん、アルファ全滅した仲間が。マジで落ちた。マジか。野上さん落ちたのか。くらえ。だいぶ与えたからな。23発当てたの。すごい。燃えねえ燃えねえ。魚雷も当たれ。当たれ当たれ。全部避けた。やる。だが動きは。腹見せてやばいっすよ天竜。不走にやられますよ。ただ今不走一発撃ったから、あ、ギョラ当たんないっすか。あ、撃てないっすか。雷撃雷撃雷撃。この野郎もっかい。うわあ、今後落ちた。一石落ちたな。よーし。いや、不走がポコパンにされてんな、ここ。ギョラギョラギョラ準備。まだか。やばいっす、撃たれますよ。もうすぐそろそろで。オッケーオッケー、落ちた。おい、片付けたぞ。約束は守ったぞ。ナイス。チャーリー下にいるな。駆逐がチャーリー下にいる。やばい、魚雷。駆逐巡洋。あ、魚雷、大丈夫。消えた、消えた。このまま突っ切り。自動航行？ん？へえ、そんなのあるんだ。あ、そうそうそう。 M 押して、好きなところをクリックすればオートパイロットしてくれます。へえ、まあ、操作入れたらなくなっちゃうと。はい。査定外だな。アルファ上がりがいいのか。お、頑張ってんな、太郎さん。よっしゃ、一石落とした。また太郎さん。あーった。駆逐に合ってんだな、単独行動が。いや、あ、そんなことないと思いますよ。すごいじゃん、敵の腹の中入って。お、山角から出てくるぞ。ぐらい撃ったか。どうだろう。山かけ、山かけって言っても結構向こうにいますよ。嘘。はい、マップ見たらわかります。14機だ。なんだよ、ちょっと。あ、駆逐もいるわ。あ、本当だ。ちゃ、無駄だ。オルトで距離測りながら撃った方がいいですね。無駄だ、無駄だ。
あ、勝てそうだな。ティアでは負けてたけど、勝てるかな。よし、お尻取るぞ。駆逐がものすごい勢いで。あ、あんな遠いのか。魚雷早っ。射程外なんだよな。巡洋艦タッグだ。よし、魚雷戻った、うん、これ駆逐艦来てるぞ、絶対。これ A 取りに行きましょうか。 A 行ってます。決め打ちだ。開いた、魚雷、あそこか。あれは巡洋艦だ。駆逐艦がチャーリー周りにいるような。いや、今相手敵全体チャットでキャップビンに行けっつってたな。あ、ほか。あ、や。うわー、上がってきた。味方が打ち合いやってんな。付き合おうか。避けて避けて。あー、落ちた。もっと B に来てるよ、マニュアル通り。これ一回向こう行った。いや、やられてるしな。タカさん、ここで撃たれないようにしないと厳しいですね。使うか。本当だ、全体チャットでプッシュプッシュって書いてるよ。やばい、当てるね。お、タロさん、青バースもん、ティア6ですもん。あー、やばい。タロさん、何、一人で。まあしょうがないよね。アルファ鳴らしてたの。うん、ぐらい当たってくんねえかな。当たんないか。恐ろしい男や。やべ、逆転された。さあ、やってるやってる。トルピードデッドアヘッド。え、しまった、ここで雷撃かましてくれ。一発もらってんな味方。あ、いたいた、駆逐。お前か。ボコパンしてやる。ダメ、左側から来てる。一方向に動いてないで振りながら走んないとダメですよ。まあ魚雷撃ちました。ただ下手くそだなこいつは。全然違うと思った。魚雷当たる？当たんねえかな。あー、当たった。味方が当たった。タマさん、あかん、それ追っかけてると後ろからも来ちゃってる。どうすりゃいいんだよ、ちょっと待って。おら、うわ、もらった。いや、座礁するぞ、そいつだと。左に行った方がいい、左に。え、そろそろ相手も、あー、腹見せたから。魚雷撃ってくるはずだから。左に切ってください。うん、あ、撃った。やべやべやべ、火事が火事が。早すぎたか。あー、うわ。参った。どうにもならん。難しいな、従順。なんか急にレンチが合わなくなっちゃったな。大変や、何していいか分かんねえや。まあ1回目だからね。うん、あ、座礁した。え、座礁した。諦めよった。しかも魚雷も当たらなかったな、あいつ。味方からチームから受けた損害保証1。何これ、撃たれたの俺。ぶつけられたりとか撃たれる、なんか。
ああ、なるほど。頑張ったよ。20円しか経験値入って、20しか経験値入ってないよ。え、全然当たらなかったのか。え、なんか沈めたとか嘘、夢だったの。はーい、はい、チェン、また次頑張るか。ちょっと割っとくか。そうだな。どうもどうも。はい、では